オくん、2軍で圧巻の成績を残す。無双状態やん。ネオさんの投球。26日に2軍の先発マウンドに上がったネオくん。そこで6回100球、無失点、5安打、3奪三振、4四球という成績を残した。前回は、7回108球、1失点。前々回は、6回115球、1失点。という成績で、先発としての1軍昇格も近いと思われる。普通にメヒアよりもいい仕事してくれそう。悪くはないけど、何か物足りない。立浪はネオくんにチャンスを与えてくれ。一軍の空気を変えられるのは、ネオのような存在。走者は出してるけど、3試合連続6回以上、投げれて1失点以下で抑えてる。十分やろ。もうそろ一軍で投げさせていいと思う。将来的なローテーション候補として考えられる。メヒアよりネオを一軍で投げさせてくれ。ネオはここまで腐らずに、よくやってると思う。チュニチュニしてないのすごいな。無理に一軍帯同させられファーム崩したのに、直しとる。ネオには花がある定期。記事を見て思ったことはコメント欄へ、高評価もぜひよろしくお願いします。